ジャパンは、英語で日本を意味する単語。1544年に書かれ17世紀前半まで5、過国語で合計35版を発行された、中世のベストセラー、ドイツ人、セバスチャン・ガミューンスターによる、著作、コスモグラフィアに掲載されている、アメリカ図。東アジア北東の多東海の中、いびつな北アメリカのすぐ西に、ジパングが記されている。 本図は1561年の版からの着色図である。語源はマルコ・ポーロの世界の記述に登場する黄金の国ジパングにあるとされるが、口述の通り異論もある。なぜジパングと呼ばれるようになったのかには、いくつかの説がある。アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン群には、日本から名前を取って命名されたジャパンという街がある。 サパング1492年。マルティン・ベハイムが創造した、大西洋側の詳細サパング。1453年のフラマウロの世界図。島の最初の知られているヨーロッパの描写。日本国語大辞典、高辞典、大辞林、大辞腺など、多くの国語辞典では、いずれもジパングから転じて、ジャパンとなった、としているが、その根拠は明確でない。 また、以下に述べるように、ジャパンは、日本の中国語読みが、ジパングとは別の形で伝わったものであり、ジパングから派生したものではない、とする有力な異論が存在する。オックスフォード英語辞典は、ヘンリー・ユールの説に基づき、ジャパンは中国語の GPN が、マレー語のジャパン、ジャパンを経て、ヨーロッパ諸語に取り入れられたものであり、 チパングと語源は同じだが別系統の語だとしている。歴史学者の岡本義友は、ジャパンの初期の要例について、トメピレス、東方諸国期のジャンポン、ダミアンデ・ゴエス、マヌエル・オーダイ期のジャポン・ゴス、ジョアンデ・バロス、アジア史、第一編の、ジャポーズ、同第三編のジャパンを取り上げて検討した上で、いずれも16世紀に、東アジアに来航した、ポルトガル人が、 日本の中国音を直接伝え聞いて記録したものであり、マルコ・ポーロのジパングとは関係ないと主張している。なお岡本は、ユールのマレー語形誘説については否定している。地理学者の運の数高も、ポルトガル人が新たにジャパウンという故障を作ったこと自体、従来のジパングとは別のところだと考えていたことを意味するのであって、実際。 この両者が同じものであると判明するには、かなりの歳月が必要だったと指摘し、その根拠として、1554年のオロポーメンの世界図において、ジャパンとは別にジパングらしき、無名島が描かれていることを挙げている。運んのは、ジャパンとジパングが同一であることを示した。最初の地図は、メルカトルの1569年版世界地図だとしている。 日本政府の各種公文書、旅券の国名、国籍表示などにおいては、日本国の公式な英語表記として、ジャパンが用いられている。これに対して、郵便切手や日本銀行券などでは、日本の日本語による読みに基づく、日本が公式なアルファベット表記として使用されている。一部には、この、日本の表記の方を、ジャパンに変えて、 対外的な日本の表記として使用していくべきとする主張もある。しかしながら、すでにジャパンは一般に広く受け入れられており、日本への解消を求める意見は、世論を動かすような大きな運動となるには至っていない。国際的な場で、日本を使用した例としては、ストックホルムオリンピック開会式の入場行進の際に使用したプラカードが挙げられる。なお、 ジャパンを略したジャップは、アメリカを中心に部別語の意味合いがあるため、用いられない。また、ニップという略称は、ジャップ以上に強い差別的ニュアンスを含む。このため、英字3文字による、国名コードとしては JPN が使用されている。なお、ドイツ語及び、ポーランド語では、それぞれの言語で、日本を意味するジャパンジャポニア及び、日本語を意味するヤーポニッシュ ジャポンスキーの省略型でジャップが現在も使われているが、いずれも英語のような差別的ニュアンスは含まないとされる。ありがとうございます。